こんにちは、速化塾の久保です、えー、私は実はですね、10年以上医療法人に勤務している介護士でもあるんですね。 えー、介護士ですあの、まあ、ヘルパー業務を普段はしてるんですけども、えー、火曜日毎週火曜日に、えー、勤務の方をしております、だから今日がですね今日金曜日あ、火曜日なんですけども、今日もうすぐしたらね介護の方に行くんですけども、あのー、今回、ですねこの動画を皆さんにお送りするのは、音声をお送りするのは、えー、この日本が避けて通れない高齢化社会の中でも、老老介護というこの社会現象に、 えー、たまにですね切り込んでいって皆さんのマインドセットを、えーまあ、持っていただきたいかなと思ったわけなんですよ例えばこういう事件があります、えー、これから2件紹介しますね、えー、あるケースなんですけども母親93歳を殺害したとして、まあ、兵庫県警は、えー、無職の何々さんを逮捕したとでその何々容疑者は母親から認知症なので殺してくれと毎日言われていたで枕で 口と鼻を塞いだと供述しているそうなんですね。えー、逮捕されてですね、その後で、えー、この方自身もあ死のうかと思ったらしいんですけども、なかなかそれができずに、えー、こ,のこの方の母親の方はですね、介護ベッドの上で死亡しているところを、あ電話で駆けつけたあ署員があ確保したということになっています。非常に痛ましいですよね。えー、これ2013年の 1>, 1月11日の日経デジタルにも、あ、産経デジタルの方にも掲載されています。で、2件目はですね、もうちょっと前で、2012年です、えー。大阪府で、えー、妻が寝たきりの夫を包丁で刺し殺した事件です。これも産経デジタルに載ってたんですけども、まあ、あんただけは先に行かせへんで、と。私も次に行くからね、と。涙ながらに寝たきりの夫、当時84歳を、83歳の長年連れ添った奥さんがですね、静かにつぶやきながら包丁を まあお腹に突き立てたらしいんですよねこれも介護疲れの末での殺人ですもう本当にねしたくもないですよねこういうことがで結婚以来60年間仲睦まじく連れ添った夫婦の運命っていうのは一体どこで狂ってしまったのかで、えー、この事件なんですけども、まあ、大,阪地裁はです大阪地裁はですね懲役3年執行猶予5年とこの恩情判決を言い渡したわけなんですよ そうですよね誰も憎くて殺したわけでも邪魔で殺したわけでもなくて本当にやむにやまれぬそして先の見えないことで83歳、84歳で,ですね体も動かなくなって寝たきりになってお金もないし訪ねてくる人もいない相談する人もいない中で絶望したんでしょうね、まあ、こういう中で我々が何ができるかってことなんですけどもまずは我々自身がこのまま放っとけばこうなるってことなんですよ。 誰もこんなね人生の最後でですね誰に認められずに、誰にも見取られずにですねこんな悲しい、ですね一番最後にやってしまったことは人を殺すとか人に殺されるということで人生を清算していいのかなと思うわけなんですよ、私も介護の現場でさまざまな凄惨な事件ですとか理不尽なことを見てきましたけど、やっぱりですねこういう社会にしてしまったというのは我々にも責任の一端があると思います。なぜなぜら 介護費用があまりにも足りないと。介護費用を捻出するだけの我々が稼ぎがないと。そもそも親に頼ったり子に頼ったりとかする関係が未だにですね、あるわけなんですよ。そうではなくて助け合いというのは自分の力を誰かに提供すると。 誰かを私に提供するという。助けてちょうだい、やってちょうだいではなくて、やってあげる、助けてあげるという関係が助け合いだったのかなと思うんですよ。ただ、まあなかなかですね、もう人生後半に入っていくと、まあ60、70過ぎていくと、もうこれから何かを作ろうっていうのは体力的にも気力的にも人脈的にも無理になってくるんですよね。不可能になってくるんですよ。で、これやっぱりね、ギリギリなのが、もう40代とか、 もう行って50代でこれから何かを始めようかなと思えば、ある程度形になると思います、なぜかと言いますと、もう目が悪くなってきて、もう勉強ができないとかですね、で若い方とか新しい情報に触れる機会がなかなかないとか、で新幹線とか飛行機に乗っていくのも、もう疲労がね、30代の頃と全く違うんですよ、ものすごく疲れてくるんですよ、ですから学びに行こうとしても、なかなか気力だけでいけなかったりするんですよ。 さあどうでしょうか、その中でお金を稼ぐ方法も限られてくると、住居費用は重くのしかかってくると、食費も削ろうと思っても削れる限界があると、そういうふうなところで我々は今、まだこの未来に対して工作を対策を練れる時期なんですよね、もうあと10年経ったらもう不可能です、今やらなければもうだめなんですよ。ですから今 借金があるとか、今稼げないっていう問題があるんだったら、一日も早くそれを突破していかなければ、この老老介護という問題は一言ではなくて、自分自身が加害者、被害者になってしまう。もしくは、老老介護として、呼ばれる年代にも入っていくっていうことなんですよね。えー、この辺のマインドセットを今日もシェアしていただきたいと思います。えー、避けて通れない問題なので、たまにこういうふうな社会情勢のこと、そして深い問題のことにも触れていこうかと思います。えー、では、シェアをお願いします。